ニール・モペーは、フランスイブリーヌ県ベルサイユ出身のサッカー選手。ブライトンホーブ・アルビオン FC 所属。ポジションはフォワード。母親を通じて、アルゼンチンの市民権を保持している。2002年に、US バルボンヌのユースチームでキャリアをスタートさせ、2007年から、オグック・ニースのユースチームに所属し、2012年にトップチームに昇格した。 9月14日、スタッドブレスト29戦、16歳と32日でプロデビューを果たした。12月15日、エビアンとの IRFC 戦でプロ初ゴールを記録した。2015年8月10日、ジャンクリストフ・バエベックを同日にローンで獲得した AS サンテティエンヌと4年契約を結び、ユース時代から過ごしたニースの地を離れた。 2019年8月5日、ブライトンホーブ・アルビオに FC と4年契約を締結したことが発表された。2020年6月20日のアーセナル FC 戦で、前半37分にペナルティーエリア外で、相手 GK のベルントレーノと激しく激突。レノは膝を負傷し、エミリアーノ・マルティネスとの交代を余儀なくされた。しかし、モペーが遅れてレノと接触したにもかかわらず、 イエローカードすら提示されず、アーセナル陣営は激怒。試合は後半開始直後に、アーセナルが先制するもブライトンが追いつき、試合終了間際にモペーが決勝ゴールを決め、試合は2から1でブライトンが逆転勝利。ところが、試合終了と同時に、マテオ・ゲンドゥージがモペーにつかみかかり、両チーム間で乱闘騒ぎが発生した。この試合中、ゲンドゥージは、 ブライトンの選手を相手にトラッシュトークを仕掛けていたと言われている。そういった経緯もあり、試合後のインタビューで彼らには謙虚さが必要だと言い放ち、モペーの発言に相手監督、ミケル・アルテタが反論するなど、両チーム間のさらなる因縁を残す形になった。その後モペーは SNS で悪口を叩かれていたことも判明した。フランス代表として、 各年代でプレイしている。ありがとうございます。